閣下、少しお時間を。何があった？灰の大陸へ向かわせた我らの一翼そのものからの知らせが途絶えておりまして。なぜ灰の大陸なんかに？かの地に定着する救世主信仰がマリアス教の流れを組んでいると判明したのです。あれの信仰対象はアルテマ、ゆえに何かしらの手がかりを得られないかと。灰の大陸は危険な場所だ。犠牲が出ることも分かっていたはず。ええ、我々も聞き及んでおります。そのため我らの中でも武術に長ける教団の第三席を送り込んだのですが、最後となった知らせを見るに、ただ命を落としたのではないように思えます。閣下であれば彼の地で戦い抜く術を心得ているご様子。どうか第三席の捜索にお力添えをいただけませんか？わかった、行ってこよう。その者の行き先に心当たりは？知らせによれば、第三席が最後に立ち寄った村に救世主信仰の信徒たちが集っていたとか。なお、ミッケルブルク、ウォールード王国の南方にあるようです。おそらくそこで何かが起きたのではないかと。すぐに現地へ向かおう。ご厚情痛み入ります、閣下。ではお気をつけて。不死鳥の炎の絶えんことを。敵がいる。
行け。ブルクだろうか。人がいる。こんな場所に生き残りが。これはお前さんも呼ばれたのかね。呼ばれた？いや、別の用があって来たんだ。まさかこの辺りに人が生き残っているとは思わなくてな。そうか。あんたたちはこの村の住人なのか？ああ、わしはな、他の者は呼ばれてきた者たちだ。彼らは何をしているんだ？儀式だよ。かつてバルナバス様がもたらした古き教え。ここはその祈りの場なのだ。救い主様の手でわしらはアカシアへと生まれ変わる。何だと？ああ、どうか私たちを無垢なる存在に。救い主様、我々にアカシアの精を。属世の苦しみからお救いください。これが救世主信仰だと。でも一つ教えてくれ。この村に装束姿の男が来なかったか？ああ、彼には世話になっている。今はこの奥にある家におられるはずだ。すまない、邪魔をしたな。アカシアになることが救いだと。今は第三席を見つけるのが先か。奥の家へ行こう。不死鳥教団のものか？それは幽閣様のブローチ。もしやクライブ様では？ああ、そうだ、教団の第三席だな。ええ、いかにも。シリルに頼まれてお前を探しに来た。さようでしたか。申し訳ございません。閣下にまでご面倒をかけてしまうとは。知らせが途絶えていたそうだが。この村で果たしたいことができてしまったのです。我が主命よりも重んじたいことが。村人たちの祈りをご覧になったでしょう。彼らは休むことなく神への祈りを捧げ続けています。神に日ごと祈りを捧げ、我欲を捨て無垢なるものへと生まれ変わる。その日を待つ。無垢なる存在になりし時、救い主はその手を差し伸べるであろう。この教えを信じて、私は救世主信仰を調べるうちに彼らに出会い、信仰の深さに胸を打たれました。どうしてもその願いを成就させてあげたい。そう思い、彼らの手助けを。これがたとえ、
教団の戒律に背くことだとしても。願いを成就することがどういうことか、分かっているのか。はい、理解しています。彼らの願いとは、すなわち、自我を捨てアカシアになること。閣下には信じがたいことかもしれませんが、彼らにとっては、それが救済であり、信仰ですから。そうだ。調査の件でしたらご心配なく、こちらの報告書にまとめて、ご用心ください。外で何か起きたようです。俺が様子を見てくる。ここで待ってろ。これはエーテルだまりが。くそ、今行く。こんな時に奴らまで。一気に叩く。ああ、トル、トル、え、任せた。ふう、け、ふう、ああ、今度は何だ。厄介な奴が出てきたな。すぐに肩をつけてやる。やだ。
クソ、大丈夫か？おい、しっかり。村人たちはアカシアになることを心から望んでいる。それが救いだと信じていたから、私も同じ。何もかも失った私にとって、不死鳥教団こそが全てだった。だから分かっていても、彼らが信仰に準ずることを否定できませんでした。ただそれだけ。申し訳ございません、閣下の大手を煩わせて。こちらが調査をまとめたもの、どうか雄筆様に。ああ、確かに受け取った。見てください、彼らは救われた。彼らは救われたか。シリルに報告しなければ。お戻りになられましたか。ご無事で何よりです。第三席から調査報告書を預かった。お前に渡しておく。審査いたします、閣下。して、彼は？死んだよ。ミッケルブルクで異物の襲撃を受けて、丁重に弔ってきた。さようでございましたか。あの村にいた救世主信仰の信徒、彼らはアカシアになれば救われると信じていた。人の身を捨てることが救済となる。第三席はそんな信徒たちのために命を落としたんだ。願いを叶えてやりたいと言ってな。そしてそれは叶えられた。人らしく生きるということは、人らしく死ぬことを意味します。あ、シドが言っていたな。人として死ねる場所を作りたいと。自らの死にいかなる意味を与えるか、それを決めることができるのは当人だけ。誰に後ろ指を刺されようと、誰に理解されまいと、そのものの選択であるならば、それが全てでしょう。不死鳥教団の教えを信じ、守り、準じる。それが、我らの生きる意味でもある。
だが彼は教団の信仰ではなく村人たちのために死んだ。お前たちにとってそれは許されるのか？彼は最後に自分を信じ自分の思いに準じた。これもまた一つの信仰のあり方。何より人として本望であったと思います。そうか。シリル、あの者の名を教えてくれないか。これまでに見落として殉教した教団員たちの名も、知りうる限りの人々の死を、彼らの思いを覚えておきたい。俺の大義のために。承知しました。早急に名簿をご用意します。根性の宗主ジョシュア様に陣謝を。我ら赤翼の塔、まこと良き務めを賜りました。閣下、どうぞお心のままに大願を果たされますよう。それが命を落とした同胞への最上の鎮魂となりましょう。私も誓うわ、クライブ。